さあ、やるかい。サブイベントというやつをやろうじゃないか。もうどんだけかかんだろうな。いや、もうどんだけかかってもいいよ、もう。ん？なんだこれ。これは何だと言うんだね。謎の物体が。風のテント。何これ。まあ、多分全部はやらんけどな。はいはい。援助してもらえないでしょうか。何これ。ヘボイ装備しか作れない。立派な風になっていますな。はあ。はあ。金持ってねえけどな。高い能力の装備を作れるんだよ。速度も上がる。うん。時間とともに消費される。前と俺あんま時間ねえんだよ。なんか、リアルな時間がちょっとあんまりあれなんだよな。とても時間かかりますので、気長に援助して、ほんと時間かかりそうだな。制作資金。はあ。これはさっきと一緒か。援助。たっ。ああ、でもこれでこうなんじゃあ、まあ、じゃあ1000だけやってみるか、じゃあ。試しに。はい。1万やってみるじゃん。下げられ、ああ、これで作れんの武器。はいはいはい。なるほど。ああ、こういう感じだわね。では、これでやりまくれば、なんか、まあ、生まれるみたいな感じかな。ちなみにこれは？これもできて、多分時間かかるんだろうな、きっとな。26分37秒。あ、そういう感じなんだ。へえ。26分がリアルなあれね、時間帯ね。まあ、そうやって、あ、でもそれで考えたら、まあ、相当あれだ、ほんと時間かかりそうだね。お？まだなんか発見したぞ。謎の物体発見したぞ。猫人の村、猫人って結構あれだよな、昔テイルズで結構有名というか。礼を言うぞ、リアル。こんなとこで。ようやくあいつらしい目になった。優しいのね、ジューダス。勘違いするな。僕はあくまでチーム全体の指揮を考えてたな。ありがとう。カイルのこと心配してくれて。勝手に思い違いをしていろ。カイルとリアラは一体どこへ行ってたんだい？ああ、ラグナ遺跡ってとこさ。あの二人が出会った思い出の場所ってやつだ。へえ、思い出の場所か。けどあの二人、きっと肝心なこと忘れてるぞ。肝心なこと？俺もその場にいたってことだ。ねえロニー、流れ星に願い事したことってあるかい？なんだ、お前みたいなのでもそんなことを信じてたりするんだな。私のことはどうでもいいんだよ。それより願い事したことあるの？ないの？ガキの頃にあったような、なかったような。で、それがどうかしたのか？いや、あんな流れ星でも願い事を叶えてくれるのかと思ってさ。流れ星って神の卵のことか？ほら、あれだけでかいとご利益ありそうじゃないか。つまりお前は俺と一緒に願い事をしたいと、そう思ってるんだな。別に私はそんなこと。祈ってみるか、どうせただなんだし。あんたがそうしたいって言うなら別に付き合ってあげてもいいけど。たく、最後まで素直じゃねえんだから。うるさいね。ほら、何でもいいから祈るよ。へいへい。カエル、覚えてるか、ガキの頃よく個人の屋根に登って長い棒で星を叩き落とそうとしたこと。ああ、手を伸ばしすぎて屋根から落ちかけて。あの時は町中が大騒ぎになったっけ。それがまさか本物の星を落とすことになるなんてな。帰ったらチビたちに聞かせてやろうよ、俺たちの長い長い冒険の話をさ。今世界に危機が迫ってるなんてほとんどの人が知らないんじゃないかな。ああ、世界を救ってもカイルが英雄だってことわからないのよね。いいんだ、英雄になるために戦いに行くんじゃないから。カイルは英雄よ、いくつもの時代でたくさんの人を救ってきたんだもの。そうかな、俺英雄ってもっとかっこいいもんかと思ってたけど。
私ももっと特別な存在だと思ってた。でも実際は違ったの。普通に笑ったり怒ったり泣いたり、ただ元気で一生懸命さだけが取り柄みたいな、ごく普通の男の子だった。リアラ、誰も気づいてくれなくてもいい。だってあなたは私だけの英雄なんだから。絶対曲がマッチしてねえよな。曲がマッチしてねえよ。俺はこっちで行くぞ。俺はこっちで行くぞ。神の卵はひねくれ者どもが。神の卵は。まったくよ、何なんだよ。だから俺は一生懸命押したんだぞ。どういうことだ一体。もう眠り眠ら、名前ない、星がない。どこから来た。ああ、なんかやられてんのか。はいはい、方言が違う。名前つけてほしい。名前いいぞ。お前そもそも男なのか。しばらく考えることしました。え、まだあれだ、俺がつけるとかそう言われちゃうの。ふん、チャックがあるんだよ。見出すよね、俺なんか後ろになんかあるぞ。俺どうやって行くの。不評。なんなんだここは。謎で包まれてるぞ。もう今大変な、今世界はとても大変な状況になってるというのに。じゃあ何をやってるんでしょうか一体。もうそのちゃんと映ってる鏡に。お前人いいんじゃねえかここ。お前誰だよ。そうか、猫人か。分かったよ、分かったよ。もう、まあ、他へ行くのね。あげる。おこれ降りれねえぞ。あれはあそこ取っていくんだ。あそこどっかしら方法がお出しになります。はい、この順位は一体大丈夫なのか。はい、おお、回復するのか。あら、話しかけられない。いらっしゃいませ。おいおいおい、結構揃ってんな。ここは？お、誰？どうぞ現金。ガリガリマット、足の動き落としてから入るんじゃ。はあ、はい。謎でしょうがない。なんだなんだなんだ。隠せます。話しないでほしいけど、結構なんか、まあ、家もそこそこでかいよね。で、家っつうか、なんか部屋が和式か。おお、なんだ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 、この部分。おお、そういうこと。まさか、こうやっていけるのね。え、なんだ、名前もあれだしな、よくわかんねえな。おお、ここでか。曲は違う。めちゃくちゃかっこいいな。なんて素敵な曲なんだ。一周できないかもしれないな、この感じだと。頑張ってくれたまえ、頑張ってくれたまえ。なんか悲壮な決意を感じるな。終わったろ、これは終わったろ。お、頑張ってる。やばい、やめろやめろやめろ。だ、押せにやるか。じゃ、まだいけるな。いや、まだいけるな。あぶねえ。おお、マジでかっこいいな。一番かっこいいんじゃないか。一番っていうか、なんかでー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 、結構続くね。
いや続くな。でもなかなかまあこうやってもフルで聞けることなかなかないだろうから。他のやつあんま聞いてないっす。他のなんか戦闘曲も天地創造試合とかね。いや素晴らしいな。見たか。経験値すごいな。あれこれレベル上げでいいんじゃねえかこれ。めっちゃ経験値やばくない。これなんだ。何部屋？小さな家。お。お前はあれじゃないのか。お前チェルシーじゃないの。やることがあってね。うん。町があった。18年前。なるほど。ジェノス。ああ、なんかあったような気がするな。その町をまた作ろうと思っている。なるほど、かなり大変なんじゃないの。自給自足ができればまだいいけど、うん、結構遠いんじゃねえか。ファンダリアにその人あり。結構ある。なるほど。あさっていく。はい、スコップ。どこに売ってんだそれ。それも探すの大変そうだな。ハンターボ。人のものを取るんじゃねえよ。なんか怪しい。ここ怪しい。なんかめっちゃ怪しい。絶対なんかあるんだろ。これなんだこれ。これはなんだ。ほらー。ブラックパール。これか。これ系か。これなんか集めるとあるんだよな。どうすか。どうしよう。なんか微妙だなこれ。できるかどうかって話はわからんわ。まだなんか発見したぞ。小屋。思い出を夢覚ます場所。ああ、なるほど。へえ。お帰り。なあ、カイル。俺の留守中に何か変わったことはなかったか？めっちゃ最初じゃねえか、これ。そういえば、母さんがこのところすごく。遠い昔のやつだな。まあ今過去を振り返ってもしょうがないから前に進んでいきましょう。何か発見したぞ。ここは赤ベール。懐かしいの。まだのっぺりしてんな。格好見るやつも分かる。うん、和風か。試練ジョニー。あ、でもジョニーって全然出るかもな。最後な。へえ。すごいな、がっつりとあれじゃないか。何バビサビ。お、完全なガチな。たまに止まってもいいか。じゃあせっかくだから。おい、かたくななんだこれ。ふぅ、まあなんもねえか。でも観光する。じゃあ観光する日は全くねえよな。我々にはほらやるべきことがあるはずなのに。食材かなんかレアなやつ売ってんのか。水高いな。
おー、なんかいっぱいあんじゃん。大量なんじゃねえか、招き猫。トンカチ、大工道具、いらねえだろこれ絶対に。これ料理になんか使えんの？買ってみる。じゃあ買ってみるか。多分意味ねえと思うけど、金いつの間にか溜まってんな。金魚すくい、なるほど。魚屋、どんだけ金つかんでるって。そうだな、自由な風。一体何を言ってるんだ。そう呼んだとこ、ああ、記憶という名のダイアリー、記憶という名のダイアリー、なかなかいいな。束縛という鎖を断ち切る勇気と、自分たちの称賛と熱いソウル。はい、記憶が変わってしまった。上がって佐賀なんだこれ、無駄にかっこいいよこれ。フリーマン、フリーマンってなんだ。はい、なんじゃこりゃリバティ、窓を壊して回れ。とんでもねえな、ボンバージューラス。ミステリアス、いいぞミステリアス。自分の可能性を信じるな。ノンストップ、本当に酒飲んでるな。レジスタンス、はい、ハロー、勝手にしやがれ。セルフィッシュ、いいでしょうか。さあ行くとするか。若干間が空いてんだ、若干間が。おお、何やってんだ君たちは一体。お茶、お茶ってどういうことだ一体これはどういうことなんだよ、教えてくれ。一体どういうことなんだ。またやってんのか。なるほど、やっておるね。おにぎり、はい、あげよう。おう、お、なんだこれ。なに、俺が今までこれ何買ってなかったとか、なんかそういう感じ。お刺身なかったよな、お刺身。いや、わかんねえ、まあいいや。まああるんだったら何でももらうけど、高くない。まあ別にいいけど、まだあるんだ、どんどん高くなるな。エビチリで10万でどんだけでいってよ。まだあるの、これも100枚いくでしょ。無理だ、麻婆豆腐、麻婆豆腐か当たり前だ。ああ、話しかけてしまった、やらかした、やらかしてもだ。これ入ったっけ俺、入った記憶ねえな。モリュー、あ、モリューってあるじゃん、なんかモリュー城ってあったよな確か。俺の記憶が正しければな。カタール、カタールはどうしようかな、一応持っとくか。じゃああ、てかあれか、ハロルドもあれなんだね、今更だけど。ハロルドもなんかあれなんだ、探検というかなんか、そういう旅のあれなんだね。前は。ああ。なるほど。なんて言ったと思う、何？
試してねえのか結局。クレイモア、グリムワンド、グリムワンドか。まあ買ってもまあ、まあいくら買ってもいいかじゃん。いいんじゃないの。なるほど。ガルド通貨だから何が？ガルド通貨、じゃあこれだけ待ってくる。はあ、よくわかんないのがいっぱいあるな、この界隈には。俺は観光するからいいけど。目をした男の子って誰？私のこと？カエルのこと？リアーナ。はい。あ、懐かしいな。いたな、そういえばこんなやつ。ワンにもいたわ。カエルデナミス。ジョニーさん。なるほど。スタンドの残すもの。ルーティー殿か。なんで分かるんだ。大切な友人なのか。そんなに関わり合ったか君。ゆっくりしてくれてたら別のところに名前呼ぶことねえだろ。言ってもエミリー。かっこいいお兄さん。もう珍しいな。なんだこれ。よろしくしてくださいね。歳か、そんなに若かったのか。もうどうしようもないんだそれは。そうだ、へえ、変わり手じゃないですか、うん、ここもなんかあんだよな。長すぎだろこれ。投げがったな。考えている。お、これはそうだな。まあ後、まあ、行くわ。本当は行くつもり全くなかったけど。でそれでなんだけれども、ちょっと事件が起きたな。事件が起きてしまった。録画ができてないという、もう最悪のまた事件が起きたんだけど。で結局それ何が変わったかっていうと、まずこれだろ。レベルがちょっとおかしくなってるっていうのと、ここのイベント結構もやったんじゃないかな。何回かなんかこの人に頼まれてさ、でこうやってなんか何回も往復して、なんかいろんなとこ行って、で買い物してみたいな。それも助けられちゃった。面倒だ。こんな会話なかったな。ありがとうね。あ、終わったのかこれ。特別な意味を用意した。はあ、使い込んでいる。ある人に作ってもらった。なんだ、売っとろうか。かっこよかった。仮に冒険にも行った。頑張ってくれたから。本当にいいのか。思い出は残るからだから大丈夫。なんかテレコって届かないとこにいる。ああ、じゃあもう完全あれじゃん。それは悲しいな。永遠の王子様だから。乙女チック。なるほど。おお、見てみる。これか。まあ言うてもなんか俺がちょっと変なやつ、をなんかね、旅してな手に入れてしまったから。これめちゃくちゃ強いんじゃ。俺が今これ使ってるやつ相当強いんじゃないかこれ。まあよくわからんな。さらばだ。なったらもう返してもいいんだぞ。あれ、永遠の王子様。なるほど。うっとろう。うっとろう。
チャラ男め。風間テント、ここも行ってないんだよな。アタックソード、これいら、これいらねえやつら絶対に。アタックソード。相当あれなんちゃいな。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ弱いやつじゃないか。これ、なるじゃん。まあ、これは多分相当時間がかかるであることが予測されるんで、俺はこれやってる暇はない。スノーフリアーに、お前が一人息子がいた。剥がれてしまって、それっきり、こっち探しまっている。あれ、それあれじゃん。なになになに、それはあれじゃねえか、なんか俺が前にさ、マシュマロ。名前マシュマロっていうのか、あいつ。なんか俺に名前つけてくれってなんかやからがいたけど。そいつじゃん。おぉ。ギュルー！よし、俺たちが一体どのぐらい強いかなのかちょっと試してみるかじゃん。でもなんで、まずなぜここまでレベル上げたかっていうと、俺闘技場行ったんだよ。闘技場行って、で、それもなんか、もう消え去ったんだけど、強えな。こんなにレベル上げたというのはどういうことやった？シングル、ダブルの上級までやったのかな？やったんだけども、まあ、そこから先の敵があまりにもちょっと強すぎるんで、そう気が狂って、気が狂ってずっとなんかあの、もう輪ゴムでさ、輪ゴムでコントローラー固定したらずっとくるくるってつったのをやってなんかそれでなんかもうずっと放置したんだけど、でたまに見たら全滅してみたいな。たまに見たら全滅してる、たまに見たらなんかまあレベルが上がってみたいな、まあ、そんな感じでちょっとクリアして、まあ、そしたらまあ気がついたらレベルが上がったって感じかな。他にない？え、まあ、結構いろいろやったんだけど、何やったかっていうと、世界中にね、なんかね、世界中の宝石が散らばってんだよ。まあそれ待って、次ですか。名前決まった？はい。子猫に？あなたはマシュマロじゃない。デフォルトは？あ、デフォルトないの。え、むしろ名は俺のあれで決めるんだったら別に決める。まあ、勝手に君が俺のなんかもう采配でも決めてんだったら、俺は別にもうそれはそれで構わねえんだよ。いいのかい？はい、よろしいですか。いいよ。いいんかい。呼んでほしい。本当に大丈夫だったな。なんかあんのそれ。羨ましいな。おじいの家。こっからなんか、あなたからは取れないの。ダメ？これどうにかならんの？ダメなのか。あ、でもあれか、一回。話しかけるってことか、多分あれに話しかけんだな、じゃあさっき。でも世界中に散らばってんだよ。こういうとこ。こういうなんかさ、地面になんか穴が、ちょっと若干穴が開いてるところがあって。で、そこでなんかソーサラスコブを使うと、なんか手に入るんだよ。なんか、ブラックパールとかブラックダイヤだな、なんちゃらかんちゃらみたいな。手に入るんだけど、まあ、それをずっと集めてた。で、それ集めるつもり全くなかったんだけど、まあ、せっかくだからやるかみたいな感じで、まあ、やって、で、それも世界中散策しまくってなんか手に入れたんだけど。で、それを集めるとさっきのあの赤ベールだっけ、さっきの長い階段のところに行ったらなんかあの行けるようになるっていう。元気にしてる。あ、これでいいの、おしまいか。じゃあそのほらマシュマロって名前をつけなきゃダメなってことか。誰もいない。ガバガバ警備だな。ガバガバ警備。あれ、いねえ、いなくなってる。どういった、おじいってここもいねえな。探すかじゃあ。あ、おじい、あ、いたな、せいば。ここだ。あ、いるじゃん。声があるかな。ある。え、あ、ついてくんの。散歩。旅の子供。いいんじゃないの。ててあの宝取ってくれよ。隙間だね。あ、そういうこと、そういうことだったんだ。いや、入れるだろ、あれ、垂れても。ハロロトとかなんか頭突っ込ませるかなんか言えんじゃないの。あんた何すんだよみたいな感じでやるかもしれない。この辺に帰る。あ、これのために現れたんだ。なるほど。これペルサドルス結構強いんじゃないの。だいぶやってくれる。結構上がるな。これめっちゃよくね、最強じゃん。エルブンブーツ。あ、これでいいだろ。よくわかんないけど。なんかコメントあったかな。勝手に通り道にすんじゃねえみたいな。この前ですね、いいのかい。それで夏とか蚊が入ってくるぞ。セミとか入ってくるかもしんない。ギギギギって。お散歩に行くぞ。じゃあおもちゃ出てきた。
地味っ子、地味っ子ってなんだよ。おじじ高校どうしようかな。予定としては、予定としては闘技場もやりたいんだよね。闘技場、そのアクアベールのダンジョンで、そのアクアベールのダンジョン行くために、なんかそのなんていうの、まあ神の卵だっけ、あそこ行かなきゃいけないんだよな。まあだから神の卵先に行ってっていうのはちょっと順番がちょっとガッタガタになっちゃうけど、まあそれで行くしかねえか。ちょっとあ、こういう感じのかな、こういうところ。まあなんかそのなんていうの、まあその宝石だけじゃないんだけどね、なんか宝石だけじゃなくて、なんか他にもなんかいろんなアイテムが落ちてる場合があるんだけど、なんかミックス組とかさ、そういうのがあるんだけれど、まあそこでも適当に探しまくってみたいな感じで。まあ、ここも言えるだろう。おい、降りたまえ。でさらになんかね、変なやつと遭遇したんだよ。そこもなんか取れてなかったんだけどさ、悲しいことに。なんかこの闘技場のなんか入り口行ったらなんかね、なんか変な女の人とぶつかったんだけど、なんかでそしたらもうジューダスが、あいつはただもんじゃねえぞみたいな感じのあれだったわけよ。まあ、そういう会話、おお、なんだなんだなんだ。圧倒的な強さ倒してしまった。盛り上がってんな。あとこいつに会ったんだ俺。あ、素通りしてたね。ポーションやらないとよ。リムル、おお、恐ろしい女やつだ。まだ間に合うか。どこに、そんなにすごいのか。ただものじゃないと。腕試し、なるほど。あれ、なんか海外イベントあるのかな。もっと、おお、なんかいるじゃん。結構あるな。そういけ。ファイナルファイトじゃねえか、俺。そうはいかない。黙って見ているんだ。そうか。あん？立ち去りなさい。おお、剣使うのか。拳じゃないんだ。剣が泣くだけだもの。どんだけ強いの一体。当然のことしたまでよ。おお、そして戻ってたと。すご腕、ジューダスがそういうってことは相当すごいな。めっちゃやってんじゃん。お姉様、お姉様、おお、いるじゃん。普通にいたよな。おお、何してたの。考え事よ。どうしたらいいか分からないんだ。強くなりたい。そうか、切り札がない。ああ、おお、まあ走ろうね。早く走ることだけを求めて、こういうことで同じところは。おお、なんか悟るか。そういうことね。悟ってしまった。なるほど。お、まだやってる。ひえ、なんだなんだ。早く逃げる。何、脱走でもしたのか。おお、モンスター危ねえの。いや、これ危なすぎだろ、これ。どんだけで。お前考えられない。とんでもない話だ。目があったら、戦うの。おお、現れたな。あなた仲間になってくるよ。ものすごい話された。おお、必殺の剣、怖いな。とんでもねえな。あー、でもせっかくだから挑むか。じゃあ挑むけど、
これ無理だったら、あ、無理、まあ、無理って考えてもしょうがないけど、もうちょい話進めてからやってもいいかもしれんな、場合によっては。まあ頑張るけど、でか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 、おい、なるほど。毎朝まあ回復するのはいいんだよ、戦闘が終われば。でも毒やばくね、毒やばくねえか、装備か、ポイズンチェックみたいな。ああこれがダメだよ、これがあればまあとりあえず OK。 ここはもう死んでもしょうがないから、別に死んでもいいよ。あ、倒すと意外といける、あ、いけてんな、これで勝ったら逆に強いぞ。まあ、爆炎拳これ結構ねはめれる気がするんだよね、これ。あ、そうでもねえか、そうでもない。別になんか王位を出す必要はなくて、まあ、これでまあこれ、 これでやればまあどうにもなる。こんだけレベル上げたのにまだこんなあれなの、とんでもねえな。7223、まあ、こっちに来られても困るから。お、危ねえ。ちょうどあれか、いけるか、いけそうか、危ねえ、やばい、やばい、そんな食らねえな。お、いった、いったぞ、すげえな。なんとかなったか、なんとかなったか、まあなかなかやるし、やるじゃないか。まあ一戦ごとにまあ回復はするから、まあいいんじゃない。よし、行くぜ、ちょっと待って、魔法使ってきそうだな、誰かしらが。で、とりあえず装備はフェアリーリングにしとくか。あ、そう来る、そう来る。あ、そうだ、逃げる、逃げる、オッケーよ、オッケーよ。まあ、そういう系か。おお、来た。いや、こいつはぶつぶつか。おいおいおい、使いたいやつなんだよ、せっかくだから。あ、意外といけんねんな。ああ、もったいね、そう、使いたかったのに。多分俺が知らない間にいろいろ覚えてたんだよ。やべやべ、ホーリーシンボル欲しいな。いけるかこれ、やばいな、本当にやばいぞ。これは厳しいな、ホーリーシンボル欲しいな、ちょっと。これやばいな、終わった、なんたることだ。桜葉作曲者か、始まったな、堪能してっか。じゃあどうすっかな、闘技場、闘技場も全てもうなかったことにするっていうのも手もあるけど。まあそれか、神の卵行って、まあ、行って、そう、謎のダンジョン行って、まあレベル上がるのか分かんないけど、まあそこから今行ってもいいのかもしれんな、もしかしたら。ピアノいいな。黄昏るが、いい感じじゃないか。
終わったのかい。そうなのかい。いい感じだな。黄昏れておるな。アドレス曲中学ね。チェレフってこんな感じだ。というのが激しいな。なんか10年後もっとなんか廃れてたよな。のっぺりで、みんななんかもうやる気がないような感じのテンションの気がするね。やっておりますね。海鮮カレー、ああなんか俺買えなかったよな、そういえばな。ここでも買えたんだ。ドッシュ、トッシュ。へえ。ナメクジに襲われてしょうね。ああ、トッシュ。ふっ、なんじゃそれ。なるほど。そうか、よかったな。それじゃよかったな。ほら、じゃあこの、まだちょっと観光するか、じゃあ俺は。ハイデルベルグ。なるほど。また武器とかいらない気がするんだよな。あ、そう。結構高いな。高いけど、まあそこそこいいな、揃ってるって感じ。デル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 。みんな連中がいたい。チェリクマッハ、行ってこい。タフが行ってこい。堪能するといい。俺は知らねえけど。どうやるかこれ。怖いな。宿やってみるか。なんかハイデルベルクから多いな。暑すぎる。かわいそうに。ジョン、あれ、あなたなんでこのとこにいんの。いいの、普通にいんじゃん。親指のとこにいんだよ。ダディ、なんだ何？あれ俺話しかけたか、この人。記憶ねえぞ。でもいなかったよな。え、なんでか、なんでこんな知り合いみたいな感じになってんの。なるほど。謎めいてんな。お、あなたもあれなの。フルーツポンチ。わからんな。2階にあいつらいんのか。じゃあ残りの2人は。おお、珍しいな。珍しいな、懐かしいけど聞いたことがない。わかったよ、わかったよ。とぼえてなかった。戦っていねえよ。話を捏造しやがって。なるほど、なるほど。まあ楽しそうでいいな。普通の燃え出されるんじゃないのかな。おう、はい。聞いて話だな。楽しそうだな。愚痴ばかり。ああ、そんな人いたような気がするんだ、なんか。なるほど。
恐ろしい目にあったんだな。種、はい、砂漠が住んでいる。なるほど、黄金の種、どこなんだそれ。ヘレン見つかってない。品種改良、なんじゃそれ。探していない。知るか知るか。ああそうなんだ。恐ろしい話だな。どういうこと？何これ。100枚セレクト、どういうこと。コースとかがいっぱいあるな。どのコースじゃなくてコース一例。何や、なんじゃこれは。なんだか、これ集めんのか。外れちまった。これなんか全部やんなきゃダメなのか。これ結構難しいぞ。見た目よりは結構難しいぞ。じゃあこれを俺は全部集めなきゃいけない。全部っていう必要ないのか。おお、俺どこ行ってんのこれ。じゃあこれは一体。ちょっと安定してない。じゃあこれ。おお、クレステさん。ラグの遺跡じゃねえかこれ。外してもいいのかこれ。あれ、あ、そういう感じ。全部取んなきゃダメなのか。ちょっとね、ここがはい、取ったぞ。これ結構時間かかったんじゃないのこれ。もう残念だよ。無理で、無理決まってるだろ。